皆さんこんにちは。今日は所長の安成が、主要で東京に行っておりまして、私久保田が、代わりにご挨拶申し上げます。本当に今日はひどい雨の中といいますか、今雨は上がってきましたけれども、あいにくの台風が来てしまった日にもかかわらず、本当にたくさんの方に、お越しいただきまして、感謝いたします。昼ごろからですね、雨がひどくなって今日どうしようかなとか実は思ってたりもしたんですけれども、おかげさまで、こうやってセミナーを開くことができて、またたくさんの方に来ていただきまして本当に感謝しております。それで、今日の、演者であります西条先生と言わずに西条さんと呼ばせていただきますけれども、プログラムディレクターと申しまして、昨年度から始まりました地球研の第3期の中で、3人のといいますか3つの大きな研究の柱を作って、それぞれを担当していただく先生に、来ていただいています。で、すでに2名の方、昨年度のうちに杉原さんとですね、高静香さんにはそれぞれお話をしていただいたんですけれども、最後に、新内といいますか、西条さんに、今回お話しいただくことになります。で、この3つの柱なんですけれども、杉原さんには、こう歴史的な視点も含めた、今後の地球、の在り方、みたいなものを考えていただいております。それから中静香さんには資源利用ということが一つのキーワードですが、もう一つ生物の多様性ということを、柱において、現在をそういう意味では見ていただくというふうな、考えによります。で、西条さんは最後どこかというと、将来をどうやって考えたらいいのかというのがこう3つ目の柱になっています。それで、実はその地球環境問題の、ことが、言われるようになってから、その将来世代に対してどういう地球を残せばいいのかというのが、その、感情的なといいますか倫理的な側面で その大きな課題でした。で、ただし、その倫理的な面も、あるいはその経済とかですね、社会的な面も含めて、要するに今いない将来の人たちに対してどういうものがいいのかというのを考えるということ、そしてそれに向かってこう、なんていうのかな、行動を取ること自体は大変難しいことです。で、それがある意味では地球環境問題の一番大きなテーマかもしれません。で、特にその会うことも、そして、議論することもできない将来という人、将来の人たちとどういうふうにじゃあ会話をすればいいのか、そのための仕組み方法というのを考える必要があるんだろうと思います。で、ここのこういう大きなチャレンジに、西条さんは取り組んでおられます。で、今日はじっくりと西条さんの話、最後まで、楽しんでいただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。皆さん、私たちはこれまで何をしてきたのかということで少し見ておきたいのですがですね、プラネタリーバウンダリーということをご存知でしょうか。この絵はですね、ちょうど真ん中がですよ、真ん中がこの、グリーンの真ん中ということで安全なところですよね。で、外に行くに従って黄色になって、端っこに行くと赤くなってますね。で、赤くなってるところはどういうことかというとですね、そこまで行ってしまうと元に戻れないという状況ですね。で、ちょうどその境目のことをですね、ティッピングポイントと言いますが、それを超えてしまったのがですね、生物多様性ですね、とかですね、窒素とかリンの循環も残念ながら元に戻れないということですし、気候変動もですね、黄色信号が灯っているという状況ですね。で、分かってないところもいっぱいあるということで、これはですね、産業革命以降のですね、サイエンスの現状を示しているんだろうと思います。さて、じゃあもう少しですね、社会科学的な側面を眺めてみようということで、人間開発指数なんですが、人間開発指数の中身はですよ、その国においてどの程度長生きできるのかということと、教育水準はどの程度あるのかと、さらに一人当たりのお金はどの程度あるのかということで、豊かさを示す指標なんですね。トークだとちょっと見にくいかもしれませんが、それをですね、0から1の間に分けてね、点数をつけてるんですよね。で、
0.8、まあ、80点以上ならばこっちに行けばですね、まあ、合格ということでゴールに行ったんだという具合に考えていいんだろうというのが横軸ですね。縦軸の方はですね、1人当たりのエコロジカルフットプリントということで、1人当たりですよ、地球1個分の範囲内で生活しているのかどうかということで、このグリーンのラインがですね、地球1個分以下というところで、まあ、これがゴールですね。とするならば、両方のですね、交わるところがここのゴールになりますね。私たちここに行きたいんですよということですが、経年変化眺めてみようということで、これまでどういう具合に動いてきたのかということを見ると、こんな感じですね。だんだんこのグリーンのラインが下がっているということはですね、人口がどん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 増えているということですね。で、このね、オレンジの部分がアフリカの国々、茶色い部分がですね、これあのアジア、パシフィックの国々だし、ブルーの部分がですね、ラテンアメリカ、グリーンの部分がですね、ヨーロッパ、赤の部分がですね、北米の国々なんだけども、これ見て分かるようにですね、こんな格好になってるんですよ。こんな方向に動いてる。このグリーンのエアリアからこの赤のエアリアの方向に動いててですね、決してゴールの方向に行ってないんですよ。で、まあ、研究者の多くの方々はですね、いや、このカヤト上国の諸君はですよ、こっち側に行くんだと、先進国の皆さんもこっち側に行くんだと言うんだけども、開発途上国の方の方が先に行くんだみたいなお話をなさる方もいますがね、そんなに簡単にですね、我々の方がですね、こっちに行かずに、行かずしてですよ、まあ、開発途上国の諸君がですね、こっちに行くはずがないというふうに私は思いますね。まあ、これがまあ社会科学的な側面ですね。さて、こんな激変はですね、なんで起こったのか、これからどうなるのかということを少し眺めてみたいと思いますね。まあ、これはですね、燃料系の研究者たちが予測したグラフなんだけども、化石燃料のですね、まあ、石炭、石油、ガスの過去、現在、未来をですね、少し眺めてみたいと思います。横軸はですね、年ですね、1850年から、まあ、2000何百年かな、ここまで行ってるんだけども、このですね、あれ落ちたみたいです。あ、よかった。あのね、オレンジ風の部分がですね、これが石炭のですね、予測ですね。まあ、ピークがどこにあるのかということなんですが、まあ、この研究者たちはですね、2050年頃ピークを迎えるだろうという具合に考えてます。このね、丸があるところはですね、実際の データです。実データ がずらっとありますね。で、今度はですね、石油を眺めてみると、まあ、1900年以降ですね、わーっと増えてしまって、すごい勢いで増えて今ここにいてですね、まあ、ピークをそろそろ迎えようとしてるんじゃないかというのが、まあ、彼らの予測ですね。じゃあガスはどうなのかというと、まあ、少し遅れてですね、このブルーの部分ですね、ずっとですね、まあ、この辺でピークを迎えるんだと。これ全部ですね、石油換算で考えてるんですがね。で、今度落ちていくんだということですね。で、これ眺めてみるとですね、前世紀どうだったのかというと、まあ、最初の頃はこうたくさん石炭を使ったんだけども、このね、下側のですね、面積、このグリーンのラインの下側の面積を見ると、前世紀20世紀にですね、生産した、ね、石炭の量が分かりますね。まあ、こんだけ燃やしてきたんだと。石油の場合だと、この赤いですね、このグラフの下側の面積がですね、ちょうど20世紀において燃やしてしまった石油の量だし、この青い部分もですね、燃やしてきたガスですね。よく見てほしいんだけども、21世紀、今世紀どうなったのかというと、まあ、これからどうなるのかということも含めてですよ、この、ね、石炭の部分の面積結構でかいですよ。石炭の部分の面積を考えてみると結構でかいし、石油の部分の面積も結構大きいですね。で、しかもですね、ガスの面積も大きいということで、実はパッと目に計算してみるとですね、前世紀に、ね、燃やしてしまった化石燃料の大体ですね、3倍ぐらいのですね、化石燃料を今世紀燃やそうとしているというのが、この研究者たちの予測で、実はですね、21世紀なんていうのはこの通りだとするならば、まさに石炭の世紀になってしまいますね。20世紀から22世紀は、まあ、化石燃料の世紀と言ってますが、まあ、こうなるのかどうか分かりませんが、まあ、パリアコードなんかだとですね、こんな風にいくんだと。もうそろそろですね、化石燃料の使用をやめておいて、どんどんですね、下げて
2070年80年頃はですね、化石燃料を燃やさないんだという話をしてますが、本当にいけるんだろうか。そうはならないかもしれない、まあ、そんなことをですね、そんなことが頭をよぎるわけですが、さてですね、パリ合意のことを考えてみるとですよ過去のデータ で眺めたのがこのね、ピンクの部分なんだけど、今ここですね。でこれ研究者たちがパリ合意をですね満たしたとしてのですね予測をま立ててるんだけども、まあ、結構上の方に行ってるんでですね、上の方の予測になるかもしれませんがね、パリ合意をですね満たしたところで多分2030年まで CO2 のですね排出量が増えてしまうかもしれない。さらにはですよ、今度はですね少し目を転じてですね、世界の人口予測を眺めてみると、なんと2100年頃にはですよ、110億程度かな、まあ、100億をですね超えて世界の人口増えてしまいますよということなんだけども、この中身をですね各大陸ごとに眺めてみるとこうなんですよ。このですねグリーンの部分はアジアの人口ですね。アジアの人口は多分2050年頃にピークを迎えておいてだんだん下がっていくんだと。大切な点はですねアフリカですね。アフリカの人口わーっとですねこれ以降急激に増えてですよ、2100年頃にはですねアジアの人口に匹敵するほどの人口が増えてしまうかもしれない。まあ、ただですねヨーロッパないしはですねラテンアメリカとか、まあ、北米はですね、まあ、それほどですね増加しなくてもこんな格好になりますね。でこれ見てわかるんだけども、アフリカのですね人口激増するんだけども、これをですね支えるエネルギーは一体何だろうか。石炭を焚いて支えるんだろうか。食料だってですねエネルギーがないと食料生産できませんので、彼らを支えるエネルギーは何なのかというのが多分これからの重要なポイントになるんだろうと思います。果たして彼らがですね化石燃料を使って人口を伸ばすのかどうか、再生可能エネルギーの方に行くのかどうか、これがですね多分今世紀の重要なポイントになりますね。で人口構成を眺めてみるとですねこんな感じですよ。2100年にはですね100人中44人がアジア人で、38人がアフリカ人で、7人がラテンアメリカ人、6人がヨーロッパ人、まあ、5人が北米人ということで、まあ、100人のうち8割強がですねアジア、アフリカの人々になるということが予測されてますね。さらにはですねこれ化石燃料をたくさん焚いてしまうとですね海面上昇起こるんだけども、まあ、IPCC なんかはですね大体60センチ程度ですね2100年には上昇するんだと言ってるけども、最近ですねネイチャーという雑誌に出た論文を見てみるとですね、南極だけ考えてるんだけども、まあ、このお二人の研究者たちはですね南極における氷河の溶け方の新しい分析をやってみて見てみるとですね、排出削減がないと2100年にはですね1メートル上昇するんだと、2500年にはですね13メートル以上海面が上昇するという、まあ、この手の予測してますね。もし13メートル予測すると大阪は沈没しますね。多分高槻あたりがですね海岸線になるんだろうと思いますね。さてなんでこうなったのかと、なんでこうなるんだろうかということを少し考えてみたいと思います。多分ですね私たちのですね人の特性からですね出てしまったんじゃないかというのが私の見方なんだけども、まあ、スタンフォード大学のですね神経科学者であるですねサポルスキーさんがですね私たち3つの特性を持ってるんだという話しますね。1つ目の特性はですね相対性です。私たちの五感はですね絶対量じゃなくってその変化に反応する。急に大きな音がしたとか明るくなった暗くなったということに反応する。自分の生存確率を高めるためにね。あれれ出てこい、あよかった何だろう、あこれで、はいすみません。で相対性の中身なんだけども、確かにですねこれ、五感だけじゃなくって私たち他者との比較というのをしょっちゅうやりますね。国との比較もやります。韓国と比べて日本はどうなのかとかですね、お隣の方と比べてどうなのか、会社の他の社員と比べてどうなのか、研究者ならば他の研究者と比べてどうなのかということを常に考えてしまうというのがですね私たちの特性ですね。2つ目の特性はですね社会性ですね。私たちはですね
肉体的な能力は他の動物と比べてみてですね、それほど優れてるわけじゃないんだけども、ね、複数の人々が上手に連携を取ることでですね、なんと食物連鎖のピラミッドの頂点にいるんだという話ですね。まあ、多分ですね、これ人類学者なんかがですね、私たち6万年ほど前にですね、アフリカのですね、森林からサバンナに出てしまったと。なんで出たのかというのはちょっと分かりませんが、サバンナに出てしまうと何事が起こるのかというと、遠くの方から我々を見ることができるんですよね。そんな中でサバイブするためにはですね、どうしても社会性をですね、発達させざるを得なかったというところありますね。で、3つ目のポイントが重要なんですが、私たち禁止性を持ってますね。目の前にあるおいしいものを我慢して食べないとおくことはできないんだと。まあ、自分の生存可能性を高めるためには、ね、食べざるを得ないというところありますね。これ禁止性というのは目の前のことですね。すぐ目の前のこと。でもうちょっと先のことだとどうなんだろう。一月先、1年先、10年先。そういうね、先のことになると私たち楽観的らしくて、ね、過去の嫌なことは忘れておいてですね、今の快楽を追い求め、将来を楽観的に考えるように進化した可能性ありますね。このピンクの部分を見てると自分そのものだと思ってしまいますがね、皆さんいかがですかね。で、多分ですね、これターリー・シャロットさんというですね、脳科学者がですね、1ヶ月先のことを考えさせると、いいことは高く評価し、悪いことはそれほどでもないんですよと優雅に評価するんですね。で、彼女はそれを評価している部分をですね、発見しまして、この脳の左右にあるですね、社会脳の一部なんですが、インフェリアフロンタルジャイラスというところで評価しているというところまで発見してますね。どうも私たち禁止性を含めてですね、長期のことを考えるように、長期のことを考えるとですね、楽観的になってしまうんだという特性を持っていると。言うとですね、そういう特性を持った人が産業革命を経験し、化石燃料でですね、化石燃料とともに、市場という仕組みと民生で私たちの世の中を作ってきたわけなんだけども、少しだけ産業革命のことを振り返ってみるとですね、産業革命、18世紀の 中盤ですか、何事が起こったのかというとですね、エネルギーをですね、使いたいがために山林を切ってしまいますね。切ってしまうんだけども足りなくなってしまうんで、どうしたのかというと化石燃料の方に目がいったんですよね。で、化石燃料ということで石炭掘り始めると何事起こるのかというと、炭鉱の底に水が溜まりますね。で、その水を買い出すのにですね、人力でやったらしんどいということで蒸気機関を使うようになったんです。で、買い出すのにですね、性能のいい、蒸気機関を作ったのがジェームス・ワットですね。で、石炭を取るようになるとどうなのかというと、それをですね、運ばねばダメだという話出てきますね。で、馬に運ばせると馬もですね、食べ物を食べてしまいますんで、人間の食料とコンピートしてしまうということで、なんとか蒸気船を作ってみる、蒸気を使ったですね、移動するですね、手段を考えてしまうというところから始まったんだけども、そこでですね、産業革命以降ですね、化石燃料、石炭を用いてですね、社会を発展させていくんだけども、その際ですね、私たちが使っているのがですね、市場と民生ですね。で、マーケットというのは相当前からあったんだけども、マーケットというのはですね、人々の短期的な欲望を実現する非常に優秀な仕組みであるもののですね、将来世代を考えて、資源配分する仕組みじゃありません。将来世代の人々がですよ、ごめん、その石炭ですね、残しておいてほしいとかですね、そのウランも残しておいてほしいと思ってるかもしれませんが、彼らはですね、マーケットの中で大きな声を上げてですね、そうしてほしいなんてことは言えませんね。で、もう一つは民生なんだけどもね、民生のですね、悪口を言うと叱られるかもしれませんが、民生だってですね、現代生きている人々の利益を実現する仕組みであってですね、将来世代を取り込む仕組みではありません。皆さんが例えばですよ、京都市長選に出てですよ、100年200年後の人々のために私はこんな政策を実行したいと言うときっと当選しませんね。そういう仕組みなんですよ。民主制というのはそういう仕組みなんで、私たちの社会の仕組みの下で何事起こっているのかというと、さまざまな将来失敗ですね。気候変動もそうですし、最近だとですね、インフラ負担が起こってますね。
まあ、ある意味合いでですね、私たちの社会の仕組みの2つの柱はですよ、将来世代のですね、資源可能性をですね、惜しみなく奪ってるんだという話ですね。だからこそね、市場とか民生で出てくる成果、帰結というものをなんとかいいものに変えたい。だけども市場民生でいけるんだろうかと思いませんか。そこでなんとかですね、新しい仕組みを作りたい、新しい仕組みをデザインしたいと思うんだけども、どんな仕組みをデザインしていいのか分かんないというのがですね、まあ、この研究の出発点ですね。まあ、社会制度そのもののですね、変革の研究をしなければならないんじゃないかということですね。新しい仕組みを作りたい、ないしは市場とか民生をですね、補完するような仕組みないんだろうかということで、まあ、研究始めたんだけども、多分皆さんご存知だと思いますがね、2015年からですね、フューチャーアースという、まあ、世界の研究者ネットワークがですね、研究始めてますね。まあ、ただですね、フューチャーアース系の研究を眺めてみると、どうもですね、私たちの社会の仕組みをですね、前提としているところがあるんです。社会の仕組みそのものを変えようという動きがですね、あまり大きくない、まあ、ステークホルダーというのは、まあ、市民の方と科学者が研究プロジェクトをですね、一緒にデザインし、ね、知識をですね、一緒に生産し、結果をですね、一緒にですね、広げていくんだとい いう話を聞くと、なかなかいいように聞こえるけども、我々は若干ひねくれてるのかな、こういう側に考えますね。まあ、ステークホルダーの皆さんと科学者も現世代なんですよと。で、ステークホルダーのインセンティブというかですね、ステークホルダーの方々だって自分たちが良くなりたいと思ってますね。科学者の諸君だってね、遠い先のことを研究し、ね、私の研究は数十年かかるんだと言ったところでですよ、ちゃんと研究成果上げないと、論文書かないとですね、自分自身がサバイブできないというところがあるんでね、このね、ステークホルダーと科学者にとってですよ、ウィンウィンでとなるような状況があるとしてもですよ、そうすることでですね、将来世代を敗者にする可能性があります。まあ、目標であるですね、持続可能な社会を達成できない可能性がありますよというのがですね、まあ、我々の見方なんですが、そこでですよ、考える、あれおかしいのかな、まあいいや。で、私たちは、まあ、触ってないけど、接触悪いのかな、はい、あ、OK です。我々はですね、含むべきステークホルダーはですね、将来世代なんですよと、変えるべきターゲットはですね、現世代の考え方行動ですよということで研究プロジェクトを始めました。まあ、それがフューチャーデザインですね。将来の社会をなんとか設計していくんだとね、というのがフューチャーデザインで、まあ、この本はですね、まあ、2015年に出したんだけども、当時お金がなかったので、こんな研究できたらいいなというね、マニフェストです。研究そのものがなくって、したい研究を書いたのが、まあ、フューチャーデザインですね。で、私たちはですね、人の将来可能性のですね、想像ということを考えてますね。将来可能性って何だろうということなんですが、現在の利得が減るとしてもですよ、これがですね、将来世代をもし豊かにするんだったら、そういう意思決定、行動、さらにはですね、そういう側に考えることそのものがですね、私たちをですね、幸せにするんだという性質ですね。まあ、多分ですね、自分と自分の子供のことを考えればですね、自分の食べ物を若干減らしても子供がたくさん食べてくれると嬉しいという感覚をですね、皆さんお持ちだろうと思うけども、それをもっとですね、将来世代に伸ばしたいということなんだけども、まあ、人のですね、将来可能性を生むような社会の仕組みのデザインとその実践のことを私たちフューチャーデザインという概念に呼んでます。まあ、こういう概念定義してるんですがね。で、本当にそんなことできるんだろうかということなんだけども、まあ、何個か根拠がありますがね、まあ、これは FMRI 実験なんだけども、私たちの頭の中 の脳の中のディープな部分からですね、まあ、前頭葉にかけて報酬系というものがあります。まあ、報酬系というのは何なのかというと、損得をですね、評価するところですね。損得を評価するところなんだけども、青木さんという研究者がですよ、実は損得を評価するところと同じ場所に規範的価値を評価しているところがあるんだという発見を最近なさいました。だから損得だけじゃなくて、ほぼ同じところでですね、規範的価値の
評価もやってるんだということで、そのまあ多分上位にですね、何かあってですよ、どっちを起動させるのかということをやってるに違いないんですよ。だから私たちね、自分のですね、損得だけじゃなくて規範的な価値のところでも動けるんじゃないかというのがですね、まあそのサポートにはなってますね。ということで、私我々はもうちょっとですね、まあ大使があるというかですね、まあ、フューチャーデザインの方法論を考えてるんですが、実はですよ、将来世代を含むような理論の構築とその革新を考えてんだけども、ほぼ全ての領域でですね、将来世代を含むようなサイエンスを我々作ってきませんでした。何個か挙げますがね、例えばどこ行こうかな、経済学を考えてみるとですね、経済屋さんこう言うんですよ、将来の100万円というものを割引きますね、現在価値に割引くと90万円になるじゃないかと、ちゃんと将来のことを考えてますよと言うんだけども、なんで割引くのかというと、自分の利得を考えるからね、現世代の私の利得のことを考えるから割引くんですよね。将来世代の100万のことなんか考えてない。まあ、例えばですね、心理学の皆さんもですね、いやいや将来のことをちゃんと考えますよ、将来のことを考えるんだけども、自分の将来のこと、ね、他者の将来のことは考えるけども、将来世代のことを考えるようなことを考えないということでですね、いろんな分野で分かってきたんだけども、どうもですね、将来世代を含むような理論がないんですよ。なんとかいろんな分野の研究者たちが集まってですよ、将来世代のことを我々どう考えるのかと、どう考えるべきなのかということを始めないといけないという具合に思ってます。さらにはですね、私たち実験をしようとか調査をしようということになってくるとですね、実は将来世代を含むようなですね、実験調査そのものがですね、ないんですわ。だから私たち作らなければダメですね。まあ、今日の後半でもですね、私たちのやった実験のですね、中身を お話ししますがね、さらに実践のこともですよ、実は将来世代を含むようなことを考えてない。将来のことを考えましょうと言うけども、将来世代の立場に立ってですね、今の政策を考え直すということを我々やってきてませんでした。ということで、多分ですね、まあ理論実験実践、まあということでですね、新しい枠組みを作らざるを得ないという具合に我々は感じています。そこでですね、これからお見せするのはですね、社会の仕組みを変革する一つの手法ですね、仮想将来世代というものを使うとですね、何事が起こるのかということをですね、人々を集めた実験ですね、ラボラトリーで人々を集めておいて実験するということをお見せしたいと思います。どんなことをやったのかというとですね、まあ、3人のグループで1つの世代を作るとしますね、まあ、ここの3人の方々が集まってですよ、こんなことをやるんですよ。10分間話し合いをしですね、高い方のお金 A、まあ、36ドルとしましょうか、低い方のお金 B、27ドルですね、どっちか A か B かを選択しておいて3人で話し合って、まあ、分割するんだと。実際のお金です。被験者に集まっていただいて本当にお金をですね、渡して配分して、そのお金を持って帰ってもらいます。さてここで皆さんに聞きますがね、皆さん A を選択すると思う方手を挙げてみて。当たり前ですよね。 B を選択する、じゃあ B を選択する方どうぞ。いませんね。ほとんどの方が A を選択します。当たり前のことを聞くなと思うかもしれませんが、若干条件付けますね。こんな条件なんです。高い方のお金 A を選択すると次の世代の A も B も9ドル減少しますよと。今 A を選択すると次の世代の A と B があるんだけども、次の世代の A が9ドル減少する。36ドルだったのが27ドルになりますね。一方低い方の B を選択するとですね、27ドルの方を選択すると次の世代の A も B も変化なし、そういう話ですね。もう少しね、具体的にお見せしますがね、こんな感じなんですよ。遠くで見えるかどうか分かりませんが、これね、第一グループなしで第一世代ですね。第一世代は A と B の選択に直面します。A の方が36ドル、B の方が27ドルですね。もし A を選択すると、次の世代の A と B はですね、36から27、A を眺めてみると36から27に減ってるし、B の方もですね、27から18に減ってます。もし B を選択するとね、
次の世代の A と B はですよ、 A の方が36ドル、つまり前からの世代の36ドルと同じですね。 B を選択、B を選択するとやっぱしですね、27、27で同じ値がキープできますよというゲームですね。もうちょっと見るとですね、もしここでですね、第一世代が A を選択しておいて、第二世代ももし A を選択すると、次の世代の A と B はですね、27からですね18に減りですね、18から9に減るという具合に9ドルずつ減少します。ここ B を見るとですね、まあ18からですね、次の世代 B を選択すると、次の世代の B も18になってて、 A も27になってますね。こんなゲームです。単純明快ですね。こんなゲームをですねさせるとどうなるんだろうか、3人で。まあ前のですね世代の意思決定をちゃんと白板のところでですね、前の世代がどんな意思決定したのかというのは見えますね。これを何世代か続けていたときに何事が起こるんだろうという話ですね。もちろんね、 AAA を選択するとどんどんお金が下がってきますね。最後ねマイナスになるじゃないかということなんですが、被験者たちにはですね参加費を渡してますんで、マイナスのお金を持って帰ることはありませんね。でもちろん BBB を選択するとですね、27、27、27ということで27ドルをキープできますね。まあある意味で持続可能な選択肢なのかな。でこのですね差額ですね、まあ36ドルから27引いたら、まあ9ドルの意味なんですが、高い方のお金取れるんだけども、低い方のお金を取っといて、将来世代のためにですね投資をしたんだと、まあ負担をしたんだと、譲歩したんだという具合に考えてもいいと思いますね。で多くの皆さん多分囚人のジレンマゲームをご存知だろうと思うんですがね、多くの研究者たちは持続可能性の問題というものは囚人のジレンマゲームなんですよという方がいますね。で私たちはそうじゃないということで、先ほどのですね世代間持続可能性ジレンマゲームというものを作ってですね、まあこれでですねなんとかですね単純なゲームであったとしてもですよ、世代間の持続可能性の問題をきちんと含んだですね単純ゲームを作りたいと思ってやってますね。でさっきは3人ともですね、3人が集まって意思決定するんだけども、ここでね一つだけちょこっとですね先ほどのゲームを変えます。どういう具合に変えるのかというと、こういう具合に変えますね。3人の中から被験者アルファを選択しますね。で被験者アルファというものは自分自身のためにではなくって、その組以降の組の人々を代表して残りの2人と交渉するんですよ。ただし被験者アルファがですね受け取るお金は3人で決めた分け方に従いますよということでね、あたかも自分がですねアルファだとするならばね、将来の連中のことを考えてですね残りの2人と交渉してですね A か B かの選択をするんですよと。3人の中で1人なのでね、1人ぐらいですね将来のことを考えるような方を入れたとしてもですね、多数決をやってしまうと負けてしまいますよね。だからこのアルファというものができるだけ聞きにくい環境を作ってですね実験してみたいということなんですが、こんなですね、アルファみたいな感覚の方というかですね、こんな方いたんだろうかということなんだけども、アメリカの色恋インディアンなんですがね、彼らはですね、レイクオンタリオの周辺に、まあ、住んでるですね5部族ないしは6部族の連邦だったんですよ。で彼らはですね重要な意思決定する際、7世代先の人々になりきって考えるんですよということをやってきました。実はですね日本でもですね同じようなですね伝承があって、奄美大島にはですね7代先のことを考えてことを起こしなさいという言い伝えがあるんだそうです。さらにはですね哲学者のジョン・ロールズですね、彼はですね分配の公平性ね、資源ないしはお金をどうやっては公平に分割すればいいのかということを考える際に、自分の持ってる特質をですね無知のベールで覆うんですよとね、自分の持ってる特質すべて隠しておいてからね考えるんだということを提案しますね。さらにニューロサイエンスの方々はですね、心の理論ということで、他者の心の理論が私たち、他者の心の理解がですね可能なんですよと、あたかも他人であるとですね想定することができるわけだから、我々演劇もできますよね。さらにはですね、参政権の話を考えてみると、
まあ、制限選挙から始まって最近はですね、子どもたちにも投票権を与えようという話もあります。まあ、あまりにもちっこいと投票できないんで、親が代わりになって投票するんだという話もありますね。で、何事を考えているのかというと、ね、将来世代のですね、キャップをかぶることで意識して仮想将来世代を現代に作ることで将来可能性の想像ができるんじゃないか。まあ、私たちですね、まあ、どっかの会社の社員だったりするとですね、その会社のですね、何々かの職員のキャップをかぶって行動したりしませんか。京都府の職員の方が今日何人かお見えになってますが、ね、皆さんだってですね、何々かの職員なので、その制限の中でですね、行動してませんか。まあ、何らかのキャップをかぶって行動するというのは私たちしょっちゅう経験してるわけですね。その中でなんとかですね、将来世代のキャップをかぶるような人々をですね、この世の中に作りたいと思ってますね。で、本当にうまくいったんだろうかどうかということで、先ほどのですね、被験者実験なんだけども、これ高知工科大学でやった実験なんですが、3人のうち1人がですね、アルファになっているという場合にはですよ、これどう読むのかというと、グループの1から2、3、4、5と横にこう、まあ、実験順番にやってるんだけども、まあ、この場合だとね、各グループが全部 B を取った。このグループだと B、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 A、まあ、こんな格好でですね、結構 B のパーセンテージを見るとですね、6割ぐらいなんですよ。一方で、被験者アルファがない場合ですね、まあ、これ将来賞がないと書いてありますが、その場合にはですね、こんなこと起こってます。ね、30% 弱ですね。だから、仮想将来世代を入れるとですね、B の選択肢が大幅に増えてしまうということが分かりますね。で、ここでもですね、B が適当に出てるんだけども、後で分かったんですが、ここのね、B を選んだ3人というものはですね、3人が3人ともね、公平性を非常に重要だと思う方々です。たまたまそういう方々が集まった場合にはですよ、被験者アルファがなくても B が選択できるんだけども、そんな方々ばっかりじゃないんですよね。で、これでですね、仮想将来世代、まあ効果が大きいんだということがお分かりいただけると思いますが、私たちはですね、なんとかですね、アジアの巨大都市でですね、持続可能な社会の仕組みないしはルールを作りたいと思ってたので、この3人のうち1人だけがですね、仮想将来世代になるということの効果がですね、あるのかどうかということで、バングラデシュのダッカで実験しました。まあ、ダッカとですね、農産林域ということで、ボグラという2つの、まあ、地域を選んで実験やったんだけども、都市域でやってみると、なんと見て、仮想将来世代があろうがなかろうが、ね、B の選択にはね、差がないんですわ。仮想将来世代には効果がなかったんです。ね、田舎の方ではですね、田舎の方では結構効果ありますね。もともと高いんですわ。もともと高いんだけども、さらに高くなるということが分かります。そこでですね、まあ、私たちフューチャーデザインということで、社会の意思決定のルールなんかをですね、変えていこうと思ってるんで、なんとか別のルールを作るとですね、うまくいくんじゃないかということで、あれこれですね、考えてですね、あのバングラデシュ出身の院生の方々なんかと考えて、こんな仕組みを作りました。3つのステージからなるんだけども、最初のステージで3人とも仮想次世代として意思決定してほしいと。その次に3人とも現世代として意思決定をしてほしいと。で、両方の選択ですね、 A か B か分かりませんが、両方の選択が同じだったらそこでおしまいにしますよと。違ってしまえば3人で多数決で決めますよというルールですね。これは意思決定のルールの方法ですよね。どんな思決定のルールを作れば何事起こるのかということを見たいんで、ね、社会の仕組みをちょこっと変えてみたら何事起こるのかということで、ここでやってみるとですよ、ここのね、 30% だったのが 85% になりました。まあ、結構効果があったということですね。意思決定のルールをですね、変えると効果が出てきますよというお話です。さて、これバングラデシュだけじゃなくてですね、私たちネパールに行っても実験やりました、ね、
あ、すいません、あの、ね、バングラデシュもネパールも学生さんじゃなくて一般の被験者です。ごく普通のおじさんおばさんたち、若い方を集めて実験やってるんですね。ランダムに集めてやった実験ですね。ネパールではですね、カトマンズと、まあ、森林域の両方でやったんだけども、まずですね、都市域カトマンズでやってみると、仮想将来世代があろうがなかろうがですね、持続可能な選択をするパーセンテージは一緒なんですよ。大体仮想将来世代に効果がなかった。まあ、ここでデータがないの、お金がなく、あの、研究費がなくなったんで、もうここで止まってしまったんですが、そこでですね、今度はですね、仮想将来世代を用いないようなアプローチも考えたいということですね。まあ、仮想将来世代というとですね、まあ荒唐無稽な考え方 なのかというタイプの反応がありますんで、こんなことやりました。第一ステージで3人で意思決定をするんだけども、なんでそんな意思決定をしたのかということの理由をですね、この次の世代に残すんですよ。次のグループに残します。なんでそんな意思決定をしたのか、ね、A を選んだのは私たちお金が欲しかったからだと、まあ、書いてもいいわけですよね。でステージ2でですよ、次の世代に意思決定のアドバイスを残します。あなた方も A と B の選択肢に、ね、直面するんだろうと思うけども、我々はこういうふうに考えるといいんですよというアドバイスを残すということをやるとですね、何事起こったのかというと、これも驚きです。 63% だったのがですね、88% になりました。ね、社会の意思決定のルールをちょこっと変えるとですね、結果が変わってきますよという話ですね。で、私たちはですね、日本とかバングラデシュとかね、ネパールなんかで実験をしてみてね、まあまあね、この種のアイデアでうまくいくということが分かったので、実践を始めようと思ってですね、岩手県の矢巾町でまさに実践をですね、開始し始めてます。それをこれからお見せしますね。これはあの、今経済産業省におられる原さんとの、まあ、共同研究なんですが、岩手県の矢巾町というのはですね、これ、まあ、ここは岩手県なんだけども、ね、岩手県の中の盛岡市のすぐ南側にあるですね、まあ、郊外の町ですね。で、まあ、あの、冬場は結構寒いですよ。こんなところです。人口は2万7千人ぐらいなので、そんな大きな町じゃないですね。まあ、2008年から水道行政の方針についてですね、話し合う市民ワークショップを定期的に実施しててですね、結構ここはですね、水道の上下水道に関してはですね、全国的に有名なところです。そこでですね、何事始めたのかというとですね、将来世代を代弁し、ビジョン設計やですね、意思決定に臨むですね、役割を担うですね、仮想将来世代をですね、現代に作ります。で、彼らがですね、現世代と交渉することによって、世代間のですね、利害対立を乗り越えた意思決定ができるんじゃないかということでやってみました。まあ、実はですね、吹田市でもやってるんですが、まあ、吹田矢巾のですね、討議の実践を本当に始めました。当時ですね、2015年だったんだけども、2015年度に内閣府がですね、全国の市町村に向かって2060年に向けてですよ、将来プランを作りなさいと、2060年に向けてね、将来プランの政策を作ります、今の政策も変えていってほしいということを要請したんですね。で、全国の 市町村の皆さんはですね、まあ、コンサルの方々を雇ってやったんだけども、矢巾町もコンサルの方をもう雇ったんだけども、我々のですね、手法でやってみてどうなるのかということを見ました。まあ後でですね、あの、まあ、ご説明しますがね、現代世代の方に、あの、現代世代の方に将来を考えると、もうごく普通ですよね。ごく普通にですね、将来のことを考えてほしいという話。一方ですね、仮想将来世代の方はですね、こんなこと言うんですよ。あなた方はタイムマシーンに乗ってそのまま2060年に行きます、そういうふうに考えてほしいと。そこからね、今どんな政策を考えていいのかということをしっかり考えてほしいというふうに言います。その程度の差で何事起こるのかということなんですが、これ半年間で6回やったんですよね。月に1回程度毎月毎月やって、最後にはですね、現代世代と仮想将来世代が交渉してですね、どんな政策を矢巾町はすべきなのかという優先順位をつけていきますね。こんな実践ですね。もう少し詳しく説明すると、仮想将来世代はですね、2グループ作りました。だいたい
5、6人の方ですね、5、6人の町の住民ですね、町の、ね、おじさんとかおばさんとか若い方が入ってるんだけども、そういうグループを2グループ作っておいてですね、彼らはですね、2060年にタイムマシンで行くんですよということで、まあ、あれこれ考えてもらうと。一方ですね、現世代も2つグループがあって、だいたい5、6人のグループ2つ作っておいて、でこっちの方もですね、矢場町の将来プランを考えるんですよということで考えてもらいました。で、まあ、2060年のビジョンの、まあ、設計をするんですよね。で、まあ、政策案も考えていきます。毎月毎月1回やって、まあ、4回やったんだけども、で1回はですね、あの政策案をですね、政策案たくさん出すんだけども、それに優先順位をつけて、ね、順番をつけておいて、その次の最後の回にはですね、現代世代の1グループ、あ、ごめんなさい、仮想将来世代の1グループと現世代の1グループが、ね、2つのグループで交渉します。交渉しておいてですね、合意形成をするんだということをやりました。まあ、世代間の合意に基づくですね、ビジョンないしはですね、地方創生案を提示するんだということをやったんですね。そこでですね、いろんなこと分かったんだけども、現世代はですよ、将来ではなくって現在に軸足を置いてしまいます。現世代のグループはですね、今の問題をですね、将来の課題と考えてしまうんですよ。何回やってもですね、こんなこと言います。待機、2060年になっても待機児童困るんだよねと、老人介護施設が今不足してるんだけども、将来も困るでしょうというところからなかなか逃れられない。将来をですね、現在の延長として考えてしまいですよ、今起こっている問題、課題の解決をですね、念頭に置いておいてビジョンを作るんですよと。で、現在の状況、制約の中でアイデアを出すんだけども、まあ、ここの、まあ、これですね、まあ、5、6人の方が集まってて、まあ、この方は研究者なんですが、ね、で、ファシリテーターの方が一人いますね。で、背後にですね、模造紙の上にですね、皆さんが話したことを書いてるんですよ。だから、話してらっしゃる方々はですね、もう話すことに集中できますね。まあ、こういう環境をですね、矢場町はですね、水道事業の中でですね、ファシリテーターを養成してですね、住民の方々が自由に話せる環境を作り上げてます。そういうこともあってですね、まあ、実践しやすかったんですがね。一方ですね、仮想将来世代は非常に独創的です。複雑で時間がかかる課題ほどですね、解決の優先順位を高めていきますね。で、これ一つだけですね、これツイッターであった話なんですが、私の目の前で起こったことを話しますね。5、6人のグループがいて、結構な年配の方がこういうんですよ。スイータでエネルギーの自給自足をしたい。2060年に向けてですよ。そういうとですね、多くの方々がスイータのどこに太陽光パネルを置くんだろうかとかですね、風力発電の機械なんかどこにも置けないかという話が出てですね、おじいちゃんその話を撤回しましてね、分かったと。だったらですね、食料の自給自足をしたいと言うんですよ。そうするとまた周辺の方々がですね、スイタのどこに田んぼがあんねんと、おじいちゃん頭おかしいんちゃうかという話をするとですね、そのおじいちゃんこう言うんですよ。いや、俺が考えてるのはね、江戸時代の農業やないんやと、サイエンスの粋を集めたね、世界最先端の農業がしたいという話をするんですよ。そうするとですね、また別の方が、いや、そんなサイエンス通ったってどこがそんなサイエンス提供するんだろうかというと、反対が吹田にありますんで、それはまあ反対だろうというとですね、たまたま反対生がいてね、反対に農学部なんかないよというとですね、また別の方が、なかったら作ったらいいやと、そういう話になるんですよ。でね、まあ、京都との対抗意識がありますんで、京大の農学部みたいな感じじゃないんやと、我々はね、理学と工学を上手に使ったね、世界の最先端の農業の学部を作り上げていくという話をしてですね、なかなかいいところに行ったんですが、いや、作るつうたってどこに作るんだろうというとですね、中年のおじさんがね、こう言いました。土地は準備してある。まあ、関西人ですよ。で、聞いてみるとですね、阪大のキャンパスのすぐ北側にですね、国立循環器病センターという大きな病院があって、これが南の方に移転するのでね、その場所を使えばいいんだということで、なんとですね、1時間余りのうちにですね、阪大の学部の提案をしてしまうんですわ。それを見てたですね、吹田市の職員の方がですね、我々とてもこんな発想法できない。
我々はですね、自分の武器欲があるので、それ以外のことを言うとですね、叱られるという感覚ですね。1時間余りのうちにですよ、阪大農学部の提案をしてしまったんだけども、この提案をですね、吹田市が阪大に行ったかどうかというのは知りませんが、ね、そんな提案ができるんですわ。本当に目の前で普通のおじさんおばさんたちがですね、すごい提案をしていくのをですね、まあ、吹田だけじゃなくて矢幅でも見ましたし、まあ時間があるのかどうか分かりませんが、矢幅の場合だとですね、まあ、実はですね、南昭山というおむすび状の山があってですよ、この山のてっぺんが実はですね、銀河鉄道の出発の駅だったらしいんですよ。賢治がですね、しょっちゅうその山に登ってですね、まあ、いろんなことやってたらしいんだけども、岩手の矢幅のですね、住民の方々は宮沢賢治のストーリーの大半はですね、花巻が持っていってしまっていると。我々にもですね、いいストーリーがあるのにですね、使えない。で、南昭山見てごらん。水害でですね、完璧にやられててですね、今大変な状況だと。このね、南昭山をなんとかですね、2060年に向けてですね、自然公園にしたいという提案なんかもするんですよ。まあね、現在の状況とはね、関係なくですね、自由に将来を描いていってですね、まあ、物理的あるいはですね、感覚的な地域のメリットや資源に着目してですね、それを継続的に活用することを考えていくということをやりました。皆さんここでですね、矢幅町の発表をですね、来ていただいて、まあ、あたかもですね、これ発表を切ることでね、タイムマシンに乗ってですね、2060年に行くんですよというお話をしました。さてでね、現代世代と仮想将来世代が最後にはですね、交渉するんだけども、実はですよ、現代世代の方々も将来世代の提案を見てですね、あ、なかなかいい提案やってるじゃないかということで、現世代のグループの方たちも将来世代のグループの提案をですね、採択するようになってきました。ね。じゃあ今度はですね、一方ですね、こんなこともありました。現世代とですね、将来世代の対立もあってですね、こんなことがあったんです。子どもの医療費とですね、保育料の無料化という提案をですね、現世代がしたんですよ。それを聞いてね、仮想将来世代のおばさんがこう言いました。私には子どもが2人いる。2人いてですね、子どもたちの医療費の無料化が起こると本当に嬉しい。しかし、ね、この医療費の負担をですね、負担のつけをですね、払うのが自分たちの子供になったら困るという話をするんですよ。あなた方ちゃんとですね、無料無料と言うけども、その財源の確保をやってるんですが、将来のことをちゃんと考えて提案してるんですかという話をしたのも、そういう話を聞いたのもですね、本当にびっくりしました。だんだん時間がなくなっているんで、ちょっと飛ばしていきますがね、少し飛ばしますね。これはまあ、吹田のフューチャーデザインのですね、討議の様子なんだけども、まあ、吹田市の場合にはですね、ファシリテーターちゃんと要請してなかったので、まあ、付箋を貼ってですね、まあ、彼らの意見をまとめ、まあ、皆さんの意見をまとめていくということをしたんだけども、多分ですね、ファシリテーター風のものをですね、要請した方が、まあ、話がスムーズにいくと思いました。さてですね、実はね、仮想将来人、上手に仮想将来人になった方々とインタビューやってるんですよ。いつインタビューやったのかというとですね、なかなか前側に時間が取れなくてですね、実践をやった半年以上経った後でインタビューしてみると、こんなこと分かりましたね。現代人としての私と仮想将来人としての私がいて、この2人の間でですね、頭の中で大喧嘩してるんじゃないかというぐらいに私たち思ったんだけども、そうじゃなかったんです。こんな感じですよ。この両方を含むような形で上からですね、上から眺めてる、ね、上から考えてる私がいるんですよ。こんな構造をですね、頭の中で作ってたみたい。これも驚きですね。だから自分の頭の中で高い視点からですね、現代将来を考えてるんですよ。まあ、仮想将来人として考えること、これが嬉しいとも言いました。喜びなんだと、楽しいんだと。さらに驚いたことはですよ、その後の生活の中でもですね、仮想将来人として考えることをやってるらしいんです。買い物に行ってもね、ほっとけば自動的にですね、仮想将来人風のね、発想法が出てしまうんだと。継続性がある、なしはロバストであるということを私たち発見しました。まあ、逆にですね、多分現代人から将来世代を考えてみるとですね、現代人としての私がいるんだけどもね、将来世代はこの辺にいてですよ、この辺にいて、
どう考えてるのかというと、こんな感じですよ。考える私はですね、こんな具合に見てるという格好ですね。で、仮想将来世代とのインタビューの中で分かってきたことなんだけども、そんなにですね、いいことばっかり起こるんだったら、まあ、ないしはですね、仮想将来人となることが嬉しいんだったらですね、これはまあ全く研究やってないんですがね、まあ、ストレスの減少でですね、これ遺伝子なんだけども、遺伝子の先っぽのあたりにですね、テロメアという部分があってですよ、これがこれが短くなってしまうとですね、細胞の再生がだんだんできなくなってしまうらしいんです。で、ストレスの減少、例えば瞑想なんかするとですね、テロメアが伸びるんだと言うんだったらですね、仮想将来人になるとですね、ひょっとしてテロメアが伸びるんじゃないかということを言い始めててですね、これ、まあ、今日の皆さんの中にですね、医学系の方がいればですね、一緒に共同研究しませんかということなんですが、この種の研究も始めようという具合に考えています。で、今度は最後にですね、少しだけですね、矢幅のですね、インフラ実践のことを少しお話しますね。で、現在ですね、矢幅町のインフラの将来をデザインするために、実はですよ、ダッカでうまくいった仕組み、ね、カトマンズでうまくいった仕組みを上手にですね、まあ、重ね合わせてですね、いい仕組みができないのかと思って、こんな仕組みを作りました。第一ステージでですね、全員が現世代としてインフラ、まあ、とりわけですね、まあ、今回の場合、町営住宅なんだけども、町営住宅の将来を考えて政策を考えてほしいですよということをやりますね。1ヶ月後にですね、同じことを仮想将来世代として政策立案やってほしいと。両方が同じだったらおしまいですよと。そうでないんだったらですね、全員がですね、自分の心の中で考え直してほしいと。現世代と将来世代を置いておいて交渉させるとですね、結構あと1分、大変なことになってしまうので、まあ、なんとかですね、内政だけでできないのかと。で、最後にですよ、次世代になんでそんな意思決定をしたのかという理由を残すという仕組みにしました。ここでやってみて面白いことが分かったんですがね、現世代としてほとんど町営住宅に関心を持たなかった参加者、だから現世代で参加するとですよ、町営住宅に住んでらっしゃる方々は、まあ、彼らはっきりとは言いませんがね、まあ、それほどですね、まあ、お金持ちの方々じゃないんだと。で、なんで私たちがですね、集まっておいて彼らのことを考えなければダメなのかということを言うんですが、1ヶ月後に、ね、今度はですね、仮想将来世代として考えてほしいというとですね、話の中身が完璧に変わったんですよ。町営住宅に住んでらっしゃる方々はもうね、同じ矢幅町の町民じゃないかと。ね、町営住宅のトイレ知ってる？もうちょっとだけね。町営住宅に住んでらっしゃる方々も同じ町民であってですね、知ってる？町営住宅のトイレは和式なんですよと。冬場になるとですね、マイナス10度以下になるようなところなんです。そんなところでですね、おじいちゃんおばあちゃんが和式のトイレに入ってるなんてね、私耐えきれないという話をし始めました。さらにはですよ、町営住宅の方々は、まあ、全員が全員車持ってないんで、カーシェアリングを導入したらどうかとかですね、同じ場所で町営住宅をまた建てるんじゃなくって、将来みんなが集まりそうなところを考えてですね、町営住宅を建てたらどうかという話を始めました。これも驚きだったですね。で、もう一つはですね、意思決定の理由をですね、意思決定の理由をですね、残すことの効果なんだけども、50年ぐらい前に建てられた町営住宅のことなんだけども、今度またね、建て直そうどうしようかということを考えてる役場の職員にとってですよ、50年前になんでね、この場所にこのサイズの町営住宅を建てたのかということは分かんないんですよ。金額がかかる、図面も残ってる、しかしその理由が分からないんですよ。で、彼らはですね、理由をなんとか残してほしいという話をしててですね、これは条例化の可能性もありますね。で、こんな感じですよね。現代人から町営住宅を考えるとこんな感じ。現代人としての私がいてですよ、町営住宅の人々がいて、まあ、考えたくもないのにですね、考えさせられるという感じですね。ところがですね、仮想将来世代になってもらうとこんな感じですよ。現代人としての私がいて、町営住宅の皆さんがいてですね、これをですね、なんと高い立場から眺めてるんですよ。共感を持ってですね、思いやりを持って眺めてるということが分かりました。これも驚きだったですね。さて、まあ、これは理由責任なんていう単語を作り始めてますがね、私たちですね、森友の話であるとか豊洲の問題とかですね、
獣医学部の問題なんかがあってですね、なんとですね、あれ、意思決定の理由の不在がありますね。誰が何をどのように意思決定したのかとかですね、意思決定の理由は何なのかという話ですね。それらをですね、きちんと現世代、将来世代に残すんですよと。我々がですね、いつでも見られる。インターネットあるんだからね。どんな方々がどういう理由でね、意思決定したのかということを見られるようにするとですね、社会が変わっていくんじゃないかというふうに思いますね。まあ、責任、説明責任という言葉ありますがね、まあ、説明責任はですね、まあ、事前の話にもアプライできるし、事後の話も適用できるんだけども、どちらかというとですね、若干後ろ向きの概念なんだけども、事前にですね、ちゃんと意思決定のですね、理由を準備するんだということでね、まあ、この世の中が変わるんじゃないかという概念を我々思い始めてます。まあ、将来化の出現ということなんだけど、矢巾町ではですね、2万7000人程度の町なので、将来化を作ろうとしたんだけども、数人割いてしまうとですね、なんとね、町全体が動かなくなってしまうんで、彼らはですね、矢巾未来22研究所というのを作って、これはバーチャルな研究所です。役場の職員の方がですね、将来のことを考えなければダメないようなことがあるとですよ、そこに集まって仮想将来世代になって考えるということを彼ら始めてますね。で、まあ我々研究者がそこに行かなくたって機能する仕組みですし、この矢幅未来22研究所というのは我々のアイデアじゃなくて彼らの考えたことですね。で、今ですね、この同じようなアイデアをですね、長野県の松本市とかですね、大阪の吹田市なんかが採用しようとしてますね。財務省でもですね、この財政赤字の話ありますが、2年分のですね、大赤字をですね、なんとかしようということで、我々のフューチャーデザイン的なアイデアを用いてですね、研究を始めてくださってます。最後に1個だけですね、私たちこれね、ずっと研究進めてて分かったんだけども、ね、年配の方ほど独創的なんですよ。なんでだろうということで、不思議に思ってですね、脳科学系の文献を調べてみると、私たち過去のことを考える脳の部位とですね、ネットワークとですよ、将来のことを考える脳の部位とネットワークほぼ同じらしいんですよ。であるがためにですね、年配の方々たちは自信を持ってですね、将来のことをちゃんと考えてください。そういう明かりをですね、年配の方たちは担うべきだというふうに我々は思ってます。皆さんも仮想将来人を経験しませんかということで、ご清聴ありがとうございました。皆さんからの質問もこのちょっと短時間なんですけど、お聞きしながら質問を考えていただいている間に、私がいくつか質問をまず西条さんにしていきたいと思います。それで質問があれば後で遠慮なくおっしゃってください。いろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけど、ひとまず、まあ、会話をしていたときに一番大事なのが、なんでこういう研究をし始めようと思ったのか、ま、経済学の先生であった西条さんがこの未来世代を想像しながら、自治体などに働きかけてこういうデザインという取り組みをし始めたというきっかけを少しお伺いしたいと思います。きっかけはですね、聞こえてます？2012年のですね、3月頃だったと思うんですが、マサチューセッツ大学というところに招かれてですね、セミナーをやったんです。私の教え子がそこにいますんでね。で、セミナーの後ですね、教え子たちと、彼の奥さんですね、確かローラという方だったと思うんですが、一緒に晩ご飯食べ始めてですね、で、我々の話の中でですね、いや、将来世代というのは存在しないんで困ったよなという話があって、で、私がたまたまですね、いや、だったら、仮にそんな将来世代作ればいいんだと、気軽に言ってしまったんですよ。そうするとですね、ローラさんがこう言いました。そんな人々がアメリカにいたんですよと。イロコインディアンですね。イロコインディアンの話をしてくれたんですよ。それがきっかけですね。で、イロコインディアンたちはですね、先ほどの話の中で、仮想将来世代の話もありますがね、彼らはアメリカの13州のですね、連邦というかですね、連邦制を作った、大きなですね、要因になっててですね、
合衆国の建国の父たちですね、ジョージ・ワシントンとかベンジャミン・フランクリンたちはですね、ヨーロッパの制度と同じような仕組みを作りたくなかったので、色恋たちの会合に行ってですよ、色恋たちはですね、五部族ないしは六部族の連邦を作ってたので、どうやらば連邦を作れるのかというアイデアをですね、もらいに行ったんですよ。でそっちはですね、合衆国の憲法の中にもちゃんと残っててですね、合衆国のですね、200周年の記念の時にはですよ、アメリカの上院はですね、我々は色恋に感謝するという決議文を作ってますね。まあ、これが大きなきっかけです。だから将来世代を考えるということの大きなきっかけになりました。なるほどでも将来世代を考えるっていうアイディアそのものは多分そんなに新しいことではなくて、例えば1987年にこうまとめられたブラントランド会議の今ちょっと緊張しててど忘れしたんですけど、持続可能な発展に関する文面、持続可能な発展とは何かって言った時に一番よく利用される理由ですよね。でそれはこちらに書いてきたんですけど、未来の世代の欲求を満たしつつ、将来の世代の欲求を満たしつつ現代の世代の欲求を満足させるような開発。だから未来っていうのは頭のどっかにあったんですけど、これが全くできる仕組みがそもそもなかった。それを具体的に実践する仕組み、まあ、方法が必要だってお考えになったんですよね。でもそういう他の人たちも考えようとしてたっていうのは、世界の他にもこういうことを実践しようとしている、これをインスピレーションとしたような取り組みっていうのはあったんですか？我々ですか？はい、我々の場合はですね、なんとか具体的な変革の仕組みを作りたい、ね、我々が日常的に実践できるような仕組みを作りたいと思ったし、多分ですね、いろんなですね、我々のですね、生活水準をですね、キープしておいて、しかもですね、将来世代のことも良くするんだというタイプの話に、まあ、なかなか納得できなかったというところもあるんですがね、なんとか私たち自身がですね、変わらなければ多分持続可能な社会作れないんだろうと思ってですね、まあ、先ほどの将来可能性の定義なんかも見れば分かりますように、どっかで私たちへこまないとですね、うまくいかないんじゃないかと。このままのですね、状況をですね、継続してって本当にうまくいくんだろうかと思ったのが大きなきっかけですね。でしかもですよ、私たちへこんだとしてもですね、いや、へこんだことによってそれが将来世代の幸福につながるんだったら私たちも嬉しいんですよというタイプのですね、回路をですね、私たちの頭の中で起動してですね、なんとかですね、この世の中変えたいというのがですね、我々の発想法です。少し視点を変えてお伺いしたいんですけど、実験の中でカトマンズとかダッカで都会の人たち と、農村部、森林が多い地域に住んでる人たちとの回答がものすごく違ったことがすごく目立ったんですけど、西条さんから見てそれは理由は何なのか、そしてまあ、理由が想像できた、理解できたところでそれを生かす、そういう状況を例えば都市部の人たちにもうちょっとこうそういう状況を作るっていうものもこう将来的には考えておられたりするんでしょうか？はい、考え始めてはいますが、まだまだなんですが、多分ですね、田舎の方たちはですね、多分上下のつながりがありますよね。おじいちゃんおばあちゃんがいて、私がいて、子供がいて、孫がいるという、まあこの手の流れの中で考えてるんですが、どうもですね、都市部に行ってしまうとですね、その、まあ、世代間の持続可能性というものが、まあ、途切れてしまうというかですね、だから核家族で住んでしまって、ひょっとするとですね、それが途切れてしまってるんじゃないかという話もありますし、まあ、都市部とですね、田舎の方でどんな意思決定をしているのか、どんな環境なのかということを今まさにですね、多くの研究者たちと一緒にですね、何がどう違っているのかということをやり始めたところなんです。多分ですね、私たちの世代というかね、まあ、若い世代はですね、スマートフォンがあったりですね、インターネットがあったりしてですね、横とのつながりはすごいと思うんですよ、ものすごい。だからサイエンス、ないしはテクノロジーの進展というものは
横につながることをどんどん進めるけども、上下につながることをですね、忘れ去ってしまったんじゃないかと思いますね。で、その辺をどうやってつないでいくのかというのは、これからの大きな課題だと思います。確かに都会に住んでると、まあ、高齢者の方と会うきっかけが少なかったりだとか、赤ちゃんと接する機会が少なかったりだとか、本当に違う世代の人たちの立場を想像するきっかけっていうのはすごい少なかったりしますよね。確かに。どうでしょう、皆さん、会場にいる方々は質問がたくさんあるって聞きたい方はおられますか？手前にいる女性の方がお願いします。今日はお話ありがとうございます。聞きたいことなんですけれども、タイムマシンに乗って、未来になりきるみたいな、シチュエーションを作られたと思うんですけれども、まあ、その時にどんな語りがあったのかとか、どんなふうに、まあ、その気にさせたかっていうあたりをもうちょっとお聞かせ願えたらなと思いました。はい、お願いします。はい、タイムマシンに乗ってですよ、2060年に行けといったところで簡単にはなかなかできませんよね。でそれをね、やっぱね、皆さんで話しているうちに、あ、その発言はひょっとして現在のあなたからしてるんじゃないですかみたいなことを、まあ、ファシリテーターの方がちゃんと指摘するということをやりました。そのうちに皆さん慣れてしまうとですね、結構自然にですね、2060年風の世代の感覚を持ち始めて、例えばですよ、3回目ぐらいからかな、なんかいや2060年になったら外に出てもですね、車にタイヤなんかないよなみたいな話をですね、始めてくれ始めました。まあ、たまたまですね、トヨタ中央研究所の方がいてですよ、でファシリテーターの方がですね、今日はトヨタ中央研究所の方がお見えですと言った瞬間にですね、せっかく2060年の世代になってたのにですね、風船が割れてしまいました。トヨタの方が来てるんだったら車にタイヤがないなんて言ったらね、叱られるんじゃないか、馬鹿にされるんじゃないかという話があったんで、まあ、そういう状況を作ってしまうとですね、せっかく膨らんだ風船が壊れてしまったりしたという経験もありますがね、まあ、数回やってみると結構皆さんね、楽しんでなってくれます。最初は難しいですが、はい、どうもありがとうございます。新しいシステムについてのご提案 で2つほどございまして、最後の方で年配の方ほど独創的なのはなぜっていうところで、過去の研究と将来の研究をする分野が同じという感じの発言があったかと思うんですが、私も全くそれ同感でして、私自身も今1000年先を継続する農業というのを考えてまして、そのために1000年の過去を調べております。で今古文書なんかも調べてですね、当時どういうことがあったのかとかですね、いうふうに考えてまして、まあ、まさにそういうことだなと思ってます。であともう一つはですね、都会と田舎で、僕も都会に40年ほど住んでまして、今田舎の限界集落に近いところでやってるんですけども、田舎の特徴はやっぱり生命のつながりというのがですね、非常に意識できるという特徴があると思いますね。でその中で過去の人とから将来と自動的に考えられますので、そういうところがあるのかなということと、もう一つは田舎の特徴は自然と非常に対峙してますので、まさに人間界で、歯車で生きてるわけじゃないんで、一人でもう10役20役みんなやらなきゃいけないんですね。そういうところもあって、田舎の人間ほどですね、その将来的なその考え方はですね、自由に工作できるんじゃないかなというふうに思っております。一応2つの点が面白いなと思いましたので、ありがとうございます。はい、じゃあね、前半の方なんですが、私たちですね、こんなこともやってます。仮想将来世代じゃなくてですね、現世代の人々に向かって、例えば30年前の新聞を読んでいただいてですよ、で30年前の新聞に対して30年前の新聞記事を読んでいただいて、30年前の方々にどんなアドバイスをしますかということをするんですよ。でそれをやった後 で将来のことを考えてもらうと、あたかも仮想将来世代風の発想法をするんですよ。
だから過去のことを見ることは非常に重要ですね。過去のことを見ることで将来のことも考えられるようになるということを私たち発見し始めています。で、田舎と都会の違いのことなんですが、多分ですね、おっしゃる通りだと思います。自然の中で生活できるんだとかですね、周辺でおじいちゃんおばあちゃんのお墓があるとかですね、そういう経験をですね、しょっちゅうなさってらっしゃる方はですね、縦のつながりが非常に強いと思いますし、自然の中で生活することによってですね、自分の存在というものを自然に認識できるんじゃないかというふうに思っています。で、私たち子どもたちを使ったおじいちゃんおばあちゃんのいることで、おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に生活やってらっしゃる方とそうじゃない方、多分ですね、発想法が違うんだろうということの検証もですね、これからしようと思ってますし、まあ、ついでに言っておきますとですね、子どもたちの教育もですね、変えていかざるを得ないというふうに思っててですね、もうちょっとですね、過去のことも見て将来のことも眺められるようなですね、まあ、私たちはフューチャーデザインの教育と言ってますが、その手のものをですね、我々開発 していこうと思ってますんで、おっしゃっていただいた通りの感覚を私たちは持ってます。他にどなたかいますか。あ、じゃあお願いします。非常に面白い話ありがとうございました。まあ、個人的に将来世代を考えるとどう考えるんだと聞かれたら、まあ、我々今大量消費時代にいますよね。で、じゃあ明日から何するんだって言ったら、まあ、僕だったら余分なものを買わないと。で、まあ、それは日本にいるからね、この進んだ日本にいるからそういうことを言えるんだろうなと。で、ところがこれから国を発展していこうという後進国ですね、もう今から物が欲しい、車が欲しいと、そういう国の人にね、同じような感覚になれるのかどうか、そこのバランスはどうお考えでしょうか。ですね、結構難しい質問ですよね。で、まあ、我々もダッカなんてですね、まあ、開発途上国の巨大都市に行ってですね、なんとかですね、皆さんの考え方を変えられるような方法はないのかと思いですね、まあ、いろんな仕組みを考えてですね、まあまあ機能する仕組みを開発してますんで、多分ね、一つ大きなことはですね、そのダッカにせよ、まあ、日本のヤバにせよですよ、大きなポイントは我々は実はそこに住んでないんで、そこに住んでらっしゃる方々が何を考えどうするのかということをですね、考えてほしいと思ってるんですよ。だから我々がそこに行って何か変革させるということじゃなくって、我々は何がしかのですね、簡単な仕組みなのかもしれませんが、アイデアは提供するけども、それから皆さん方がですね、上手に新しい仕組みを作ってほしいんだけども、それが本当にうまくいくのかどうかというのは分かりません。これからの課題だと思いますね。でも 何かしない限りにおいてはですね、多分変わっていかないんだろうと思います。最初の方でも最初の方でもですね、お話ししましたが、アフリカでですね、膨大な人口が増えていくような状況で、本当に私たちはですね、化石燃料のですね、罠から逃れられることができるのかどうかというふうに思っててですね、一緒にお考えいただければ幸いなんですが、私簡単にその人の話にですね、これが回答だなんて言えるような立場にはないと思います。これから我々は考えていかざるを得ないというふうに思ってます。すみません。他に、あ、真ん中におられる男性の方お願いします。とっても刺激的なお話ありがとうございました。ちょっと一つですね、この利用責任の提案というところで、大体その説明責任というのはずっと情報公開で説明責任は今ずっと言われておりますけれども、これが非常に後ろ向きの概念 で事前に意思決定の理由を準備することはもっと前向きなんだというふうにおっしゃられているんですけど、どう違うんでしょうか。すみません。はい、多分ですね、同じような概念なのかもしれませんが、私たちが実験の中で発見したことはですね、将来の世代に向かってなんでそんな意思決定をしたのかということをの理由を残すんですよというとですね、何事起こってるのかというのはまだ分からないんですが、彼は多分ですね、ある意味合いでですね、将来の世代の考え方を、将来の世代が自分の書いた理由を読むことを
頭に入れることによってですね、変なことできなくなるという効果があるんだろうと思います。なんかあたかもですね、仮想将来世代風の効果があるんじゃないかというぐらいに思い始めてます。だから一方で説明責任の話はですね、どちらかというとですね、なんでそんなことしたんですかというと、いやいやこんな理由があってこんな理由もあるんですよという話で、現世代の皆さんにですね、説明するのには、現世代の皆さんに説明するのには非常にこういい道具ですよね。はい、私たちが考えているのはですね、なんでそんな思決定をしたのかということをね、現代の皆さんに知らせるだけじゃなくって、将来の方々もちゃんと読むんですよという状況をちゃんと作ってあげるということで、私たちなんで、どうやって思決定をしたのか、誰が思決定をしたのかということをちゃんと公開します。で、公開すると思決定をする方々はですね、現代の方々だけじゃなくって将来も見られるんだと思うとですね、変な思決定はなかなかできなくなりますよね。その手の話をですね、社会の中に組み込んでいくんだというのがですね、我々の考え方であって、ちょっとでもいいから社会の思決定のルールをですね、変えていきましょう。民生なのかもしれませんが、その民生をですね、なんとか補強する形で将来世代の考え方をですね、現世代の中に取り込んでいく仕組みをどんどん作っていこうというのが理由責任の発想法です。ありがとうございました。よくわかりました。その後ろの、はい、お願いします。今日はありがとうございました。フューチャーデザインによって作られる将来ビジョンを実現したいと思う、そのコミットメントの強さについてちょっと質問します。現世代の立場で作られるビジョンと、その将来世代の立場で作るビジョン、そのそれぞれをなんかどうしても実現したいと、もうそのコミットメントの強さに何か違いがあるのかなというような気がするんですけれども、そのあたり何かお考えあるでしょうか。まずですね、仮想将来世代の皆さんが作るビジョンと現世代の皆さん方が作るビジョンは全く違っているということがあってですね、でさらにはですね、それを実現しようとする際に多分ですね、仮想将来世代の皆さんの考えている方が結構強いんじゃないかというふうに思います。へこんでもいいんだということを言い出しますんでね、子どもの医療の無料化の話なんかの場合にはですね、自分には子どもがいて今現在子どもの医療の無料化が起こると本当に嬉しいんだと言っておいて、しかしそれが子どもたちに負荷がですね、将来かかるんだったら嫌だということを言うんだから、多分コミットメントは強いんだろうと思いますね。で、私たちはまだですね、彼らの提案したものが実現されるところまで追い込んでないんですが、私たちはですね、仮想将来世代風の提案がですね、うまくいくようにするためにこんなことも考えてます。例えばですね、最近都議会議員の選挙がありましたがね、例えば議員 の座席が10あるんだったらですね、3座席ぐらいはですよ、将来のために考える議員さんを選ぶんだと、ね、将来のことで競争するような議員さんを選んでおいてですね、彼らがですね、あとの7人と上手に対峙してほしいというタイプのですね、政治の仕組みすらですね、変えてしまうようなですね、社会体制にしたいという具合に考えててですね、なんとか将来の方々の考え方を上手にコミットするような社会になればいいなという具合に思ってます。ありがとうございました。あと一人ぐらい大丈夫だと思うんですが、いかがでしょうか。最後になると責任重いですね。すいません、お願いします。いいですか。とても刺激的な話ありがとうございました。だいたいフューチャーデザインという名前からしてそれにつられてきたわけなんですけども、実はご存知だと思いますけど、今の政治の世界、政治家たちの考え先が非常に短い先しか考えてない。昔は2代、3代、少なくとも4代ぐらい先まで考えてたのに、今はほんまにもう今の世代だけのことしか考えていないっていう現状があるんですね。でそれと経済のその資本主義体制そのものも、その将来の我々人間のためにということは考えずに、生きている人間のためにどうこう、極端に言ったら生きている自分のためにどうこうするのかって、どこで利益を儲けるのかっていうふうな、そういう経済的政治的土壌があるわけですね。でその中で今日お話になった考えが、仮想将来世代を想定する人間が
いろんな分野で増えればですね、また変わった考え方向性が出てくるんじゃないかなというふうな思いで今日聞かせていただいたんですが、そういうふうな運動的な意味での広がりをどう考えておられるかとちょっと聞かせていただいたらと思います。多分ですね、仮想将来世代風のですね、フューチャーデザイン的な発想法がですね、いいんだと言われ、もし仮にですよ、総務省の皆さんが思ってくださるんだったら、彼らは命令できますよね。全国の市町村に向かって将来から作りなさいというタイプの話が起こればですよ、日本全国が変わってしまうと思いますし、あとはですね、例えば意思決定のできる方々、トヨタの上層部の方とかですね、政治家もそうなんですが、彼らこそですね、フューチャーデザインするんですよというタイプのですね、意思決定のルールに変えていければなと思いますが、そちらの方の方策はですね、まだまだないんですが、なんとかいろんな方法でですね、世の中変えたいと思ってますんで、とりあえずはですね、全国の市町村に、将来化ないしは将来化に相当するものができればですね、結構変わるんじゃないかというふうに思ってます。皆さんとご一緒にですね、この世の中変えたいと思ってますんで、ぜひよろしく。時間はどれぐらい、もうそろそろ、ありがとうございます。まさに私が聞きたかったような質問をしっかりと聞いていただいて、すごく聞いてて、私もここに座ってるだけだったんですけど、楽しい20分間を過ごしました。まとめる必要ないんですよね。はい。個人の問題ではなくて、最後の方がおっしゃってくださったように、本当にそういう未来世代の想像を、ある種できなくしてしまっているシステムっていう中に私たちは住んでいるっていうふうにも考えられると思うんですけど、そういうところを見つけ出して、ここは私たちが、例えば政治の選挙の短期、すごく短期な考えかしか持てないようなシステムになってしまっているところを、じゃあどうやったら工夫して変えていけるかだろうかって、個人を変えるっていうのも大事ですし、個人の行動を変えるっていうのも大事ですけど、その周りにある私たちの行動を、考え方をこう作り上げているシステムにも目を向けて、同じようなフューチャーデザインを導入できるように、工夫していければいいなって思いました。ありがとうございました。はい、ですかね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。小林さん、西条さん、ありがとうございます。皆様もう一度拍手をお願いいたします。